今人間関係全般のことだと思うんですけれど、実はもうちょっと範囲が狭まります。家族のことでもね、はい、ちょっと悩んでる方がいらっしゃるのでメッセージをご紹介していきたいと思うんですが、真帆さんからいただきました。私は自宅で家族と過ごしているときに心地よくない、しんどいなと感じます。幼い頃の記憶をたどっても家を居場所だと心から感じたことがないように思います。大きな理由の一つは、突然怒り出し不機嫌になり理不尽な言葉をかけてくる父、そして父の気持ちを荒立てないように他の家族の間に走る緊張感です。このコロナ禍で父を含め家に家族全員がいる時間が増え、そのしんどさが増しました。一方で職場にいる時や友人たちと過ごしている時にはここが居場所だと感じます。私にとって居場所は、自分がこれから何か失敗をしてしまったとしてもきっと受け止めてくれると感じられる場所です、ということで、ね、お父様との関係性というか、お父さんのからのやっぱりこう圧力ですね。ただ家族が普段から仲が良かったとしても、それが必ずしも居心地の良さにつながらないというメッセージもあって、スイカ丸さんからいただきました。はじめまして、大学生のスイカ丸と申します。昨年度は通学のために1年一人暮らしをしていました。コロナの影響がひどくなる前の春休みから実家に帰ってきて、大学の講義がオンライン講義に決まったので、それからずっと実家で両親兄弟と一緒に過ごしています。幸い家族といい関係であるために居場所と感じていた実家ですが、最近家にずっと閉じこもって暮らしている中で、とても居心地が悪くなってしまいました。もともと一人で気ままに時間を過ごしているのが好きなタイプなので、起床時間、就寝時間、食事の時間、生活のすべてに干渉されるしかなく、自分一人の部屋がないためにどこに行っても家族の誰かがいるという現在の状況がなかなか辛いです。家族揃って元気に過ごすことができているだけでも贅沢な話だというのも自覚はしているのですが、ということですね。山は好きさんからも、これ多分家族に関連することだと思うんですけれど、実家がなくなり、小さい時のアルバムや卒業アルバムとか、自分が好きだった本とか趣味のものも全部なくなってしまって、もう何にもなくなったら、本当はそんなもの大したものないはずなのに、この世に自分がいた証みたいなものが消えたみたい、というメッセージですね。確かにその山が好きさんのその声に表れている通り、そのまあ、やっぱりこう家族ってこうルーツだったり、まあ生きた証なので、こういろんな問題がありつつ立ちがたいっていう、こうね、いろんな葛藤があるとは思うんですけれど、じゃあ家族だからといってずっと同じ場所に行ってずっと一緒に過ごせるかって言ったら、これまたちょっと別の問題になってくるのかなっていうね。なんかね、元気に過ごすことができてるだけでも贅沢だって、こう自分でそういう風に言い聞かせたり思ってると余計苦しいよね。なんかこの、私はこのメッセージくださった方の辛さがね、すごくよくわかるね。なんかとっても恵まれた環境なはずなのに辛いと思ってらっしゃるんじゃないかなと思って、でも辛いことはね、辛いって言っていいと思うんですよね。ね、なんか家族といえども、うん、もちろんそのね、血縁関係はあるのかもしれないですけれど、やっぱり一人一人の個々の個性を持った人間同士だしっていうところに、やっぱりこう立ち返って考えていいと思うんですよね。本当にそう思いますよね。だってそれでずっとね、数日だったら大丈夫かもしれないけど、何ヶ月も、もう何週間も何ヶ月もずっと寝る時間とかね、ご飯食べる時間、そしたら息詰まるのは、それはもう当然で、それはしんどいんだってことを認めてもいいんじゃないかなと思いますね。なんかやっぱりコロナ禍ですごくこう外圧じゃないけれど、いやでもやっぱりステイホームで家族の絆は深まりましたよねみたいな、なんかこう報道が、私は結構生きづらかったかな、生き苦しかったかなっていうふうに思うんだよね。だからもちろんそのね、家に安心とか安全を見出せる人たちもいると思うけれど、ね、家にいることがかえってね、それこそお父さんからの、いや虐待もあるし、ね、DV の被害の人もいるし、本当にその間にいる人がいっぱいいるんだよね。その家族で楽しい時間を過ごせたよかったっていう人ももちろんよかったと思うけれども、もともとあった DV だったり虐待の問題が家にいることで表出して苦しんでる人もいるし、もう明らかな加害と被害の関係っていうことではなくても、関係性に悩んだり息苦しい思いをしてたりする人たちもたくさんいて、あ、これぐらいだから自分は辛いって言っちゃダメなんじゃないかとか、でも本当はとってもしんどい思いをしてるっていう人もいるんじゃないかなと思うので、だか
からやっぱりさっきのメッセージをくださったね、真帆さんがやっぱりね、お父さん、うん、例えばね、突然怒り出したり不機嫌になったり、まあそこで走るね、緊張感とかね、でもなんかやっぱりどうしてもこう家族っていうものを血縁に押し込めようとすることの生きづらさと多分セットなんだと思うのね。私高校生の時にカンボジアに行って、ね、もちろんその一概に言えないにしても、例えば、まあ、農村のちっちゃいこう、お家がいくつも連なってるようなところにお邪魔すると、一つのお家に子供たちがわーってたくさんいて、で、お母さん、これみんなお母さんのお子さんですかって言うと、うちは、これうちの子で、これ隣にうちの子で、お前誰マリナやん。誰そう、ゆると思って。だからなんか、こう緩やかに家族の定義を広げていくことってできるかもしれないなっていうのをその時に学んだというか、だからね、なんかガキとかともさ、なんか普段集まったりするとなんかね、親戚っぽい、そう、ゆるっと、そうそうそう、ゆるい親戚みたいな、そうそうそう、なんか知らない、何かあったらナッキーに相談しようっていつも思ってる。あ、本当、それは本当、うん、そうなの、すごく濃密、なんていうの、時間が過ごしてる、一緒に過ごしてる時間がそんなに長いわけじゃないかもしれないけど、何かあったら、あれ、相談しよう、連絡しようと思えるから、それは日々本当に、本当に心の支えになってる。ありがとうございます。ありがとう。ね、だからやっぱりその、血縁での狭い定義の中でうまくいかなかったとしても、なんかそれでさっきの話と一緒でさ、自分にこう欠陥があるんじゃないかとか、自分自身にこう攻めるベクトルをこうね、そうだね、向けちゃうっていう必要は全然ないなっていうふうに思うよね。そんなに完璧な家族はいないよね。ね。ね。いないよね。ということで、家族の、ね、定義を狭めてその苦しまなくてもいいんだよっていうお話をしてきましたが、もう一つですね、ちょっと何か押し込められる息苦しさみたいな形で、悩んでる方からのメッセージです。寂しい女の子さんからいただきました。私は53歳女性です。身長170センチあり、体格が良いことから小学生の頃からからかわれてきました。性格もボーイッシュですし、化粧もせず短髪なので、女性らしいこと、女性らしくなどから身を遠ざけたいという自分がいます。男みたい、男かと思った。体格の良い人がやることが多い、そのスポーツ選手みたいという、まあ、悪気のない言葉をかけられ続けてきました。50代になってようやくスルーできるようになりましたが、若い頃は悲しいし悔しいし腹立つし、またかという気持ちに自分がどう受け止めればいいのか、そういうぶしつけなやつにどう反応してやればいいのかと2人に聞いてみたいと思いました。ということで、あるあるですね、この ねなんか女性らしさ、なんかこうらしさの縛りというか呪縛みたいな、先日ちょっと番組でご一緒した上西光子先生が、こう、呪いの言葉っていうね、その、についてのこう本を書いてるんですけど、何々らしさみたいなものを押し付けてくるのもね、ある種こう、呪いの言葉の一つなので、その呪縛をどう解いていくのかってね、すごく難しいところかなと思うんですが。でもこれ、小学生の頃からからかわれていて、で、自分はすごい悲しくて悔しいし腹が立ってるってことは、悪気なくないよね、相手が言ってることを。私は、ね、悪気がなければじゃあ許されるっていう、ね、ことではないもんね。それはすごいしんどいよね。ねえ、なんかこう身の回りに多分こういう言葉って溢れていて、それこそね、なんか最近ようやく周りから聞かなくなったなと思ったけれど、なんか女子力っていうね、言葉でちょっとからかってみたりとか、お前女子力ないよって散々言われたことがあるし、なんか自分もね、一時期はそれを大学生の時とかすごいネタにしてたような、ね、逆にこうネタにできる方がなんかこう世渡り上手なんだよね。いや、それはセクハラと一緒だよね。そうそうそう、思っちゃったりとかね。笑って過ごせないのが良くないみたいに言われるとすごい嫌だった ね。なんか飲みの席とかで、例えばね、そういうセクハラになるような、ね、言葉とかもそうだし、お前女子力ないなとか、女子力がっていうのも、それは性によるステレオタイプの押し付けだから、それはセクシャルハラスメントだよね。そうだね。それをでも笑って場の雰囲気を壊さないようにしないといけないっていうプレッシャーをかけられるのはもうすごい嫌だね。なんか例えばさ、その言葉で言わないにしても、こう、サラダを、こう、バランスよく、女性が取り分けなきゃいけないとか、なんか、お酌を、
なんかこう気づいた時にさっとできるのがなんかいい女性みたいな、うん、なんかこう押し付けとか圧とか、なんかそれが当たり前でしょってできないのみたいな感じでこう言われてきたような気がして、だから最近もうそういうものにはこうなんだろう、こう毅然と言いつつそこにちょっとユーモアを混ぜていこうかなって私は思っていて、なんかお世話になってる方が関西手弱委員会自称もうなんかこう女性がお酒ついてあげるとかじゃなくてもうみんなもう手弱でいいじゃんみたいな、手弱委員会みたいな、だからその人が関西支部長だから関東支部長やろうかなと思ってて、でも自分でもう気づいた人がつけばいいし、食べたい人が取ればいいし、多少配慮があればね、そうなんか取り箸があるとか、食べますかって言うとか、そのぐらいで、何そんな、しかも性別によって美味しいつけるのは変、男の人もサラダ取れるよねと思う。そうなんだよね。そうなんだよね。そこになんでこう性別っていう物差しが入ってくるかなっていうふうにね、思うし、でもだから、なんかちょっとしたそれを受け流すっていうことだと問題の先送りだから、だからやっぱりやや手弱委員会だからみたいな感じでね、こう、ちょっと足元から気づきを広げてみるみたいなね、ことも大事だよね。その性別によってこうステレオタイプなこう、こうあるべきとか、こうじゃないと変みたいなことを押し付けられるのは本当にすごくしんどいし、やっぱりまだまだ日本はこの背の高い女性とか、髪が短いショートヘアの人なんて今もういっぱいいると思うけどね、でもなんだろう、振る舞いとか言葉遣いなのかな、そのときっと悪い意味でこの寂しい女の子さんは悪い意味で男みたいっていう風に言われたと思うんだよね。別にその本人のあの姿とかありのままをとっても肯定的にはボーイッシュだねとかわかんないけど、同じことを言ったらこう嫌な気持ちがなんか言い方にもよったりとかすると思うんだよね。文脈にもよるしね。もうきっとすごく落とし見る形でずっと言われ続けて、それはもう本当に辛かっただろうなって思う。それこそ自分が人と違うのはダメなんじゃないかっていう気持ち、そうやって言われ続けることがやっぱりすごくしんどかったんじゃないかなと思いましたね。そうね、もうなんか受け止めなくていい、そういう押し付けな人とはあのもう仕事でもうどうしても逃れられないだったらあのそれはすごいストレスだと思うけど、なんか受け止めなきゃいけなかったり反応したりこう関わらなくて私はもういいと思うね。その相手がってやっぱちょっととても失礼だと、なんかやっぱりね、こう間に受け止めすぎるとね、でも疲れちゃうし、でもあの決して受け止める側も問題ではないないよね、本当にそうそうそう、だからやっぱり社会通念とはこうであるみたいな、ある種のやっぱりこうしつけを、まあ、急に変えるっていうのはね難しいけれど、それこそなんかこういう番組でもそうだし、私たちがいやこれって押し付けなくていいんじゃないとか、なんかこれって本当にこう固定すべきことなの、っていう風に、なんかそのためにこうねちゃんとレスポンスをこう返して、この番組でもね、やっていくっていうのが大事かもね。人の外見とか容姿に関しては自分から私なんか髪の毛こうなんだよねとかこうしたんだよってことを何かこう話題にしない限りあんまり不用意に言わない方がいいんじゃないかなと思うんだよね。いろんなことでみんなコンプレックスがあるし傷ついてきた体験をしてることが多いと思うから、なんかそんなにねそれもデリカシーの問題なんだけど、なんかやっぱりそれはねどんなことを相手が気にしてるかわからないから、そんなことはね。でもやっぱりこういうふうに言葉にしてくださるって大事だよね。でなんかここで私たちがまたねこういうふうに受け止めさせてもらって発信をすることによって、それこそさっきねメッセージに悪気がないっていうふうに書いてくださってたけれど、あなるほど、そういうことを言うと傷つく人がいるんだっていうふうにね、なんかそこでクッションが生まれて、じゃあコミュニケーションを変えていこうかって本当にこう良い方向に、でもやっぱりこういうふうに自分は嫌な思いをしたんだっていうふうに声を届けてくださる、ね、当事者の方があの言って、やっぱりそのコミュニケーションが生まれていくなっていうふうに思うので、ね、こういうふうにメッセージを届けてくださることには感謝だよね。なのでこれからもちょっとこういうふうにゆるっと、ゆるっといろんな形でね皆さんにメッセージをいただきつつ、なんか日頃はこういうことを人間関係の中でなかなか言いづらいなっていう時でもね、この番組にちょっとじゃ
届けてみようかなっていうふうに思えたら、うん、我々もこうこんな形でお話ししつつ、そこから考えていくことができるので、うん、皆さんと一緒にこの番組をこれからも築いていくことができたら嬉しいなって思います。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。